いろんな照明を浴びつつ、ヒャ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 。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は結構ね、1年以上前に行った空猫村、部屋の模様替えを大幅にしたらしいので、もう一回行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベレでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。お任せくださいな。では夢をお届けするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで空猫村に出発。はい、空猫村に到着。ん、なんかだいぶ雰囲気変わった。夢の世界へようこそ。あなたは今空猫という村の夢を見ていらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは魅惑の空猫の世界をご堪能遊ばせ。あれかな、冬になったけんかな。多分前ね、この空猫村の下のこのタイル、普通にレンガでさ茶色かったと思うんやけど、青くなっとる。え、かわいい。普通にかわいい。黒いスタジャン。ボーンなズボン。ってことはこっちが女の子用やね、きっと。ほら、ニットワンピース。オッケー、着替えていこう。ちなみに、この地面とかにある、こういう猫の前デザ。猫の前デザは、自分の家の猫の写真を見ながら、前デザをポチポチしたらしいです。絶対できんわ、私。写真見ながらとかでも。じゃーん、こんな感じ。女子力あふれる格好やね。よき。ほら、なんか、冬やけんなんかな、やっぱこれ仕様。なんかすごい、青なんやけど、こう寒色系なんやけどさ、でもめっちゃなんか、かわいい。とにかく、かわいい。なんか、茶色いレンガとか、なんかそういうのはよくあるんやけど、あとピンクもよく見かけるけど、青ってあまりないよね、地面で。どうも。お洋服を作ってます。あ、確か前回も、あったね。あれから何か進展はあったんでしょうか。ここかな?エリカちゃんのお家。お邪魔します。お、ちなみにエリカちゃんは、エイブルシスターズでファッションの勉強をしているらしいです。で、この子たちは、さらにそのお弟子さんとかそういう感じかな。はい、それじゃあ、左の部屋へ。左側は、美容室。やっぱり、あれやんね。服関係と美容室、一緒にあるところが多いんだな。私はそういうおしゃれな場所に普段行かないから。はい、そして、奥の部屋へ。この壁にかかっとる服とかも前出たってことか。私はこの和服がすごく好き。あ、君が作ってるのね。なるほど。そして奥は、多分ここ普通にエリカちゃんの、まあ、自室というか。お、お風呂でテレビが見れるタイプ、めっちゃいいやん。でも絶対そういうお風呂って私、長くなりそうな感じする。普段から結構ね、お風呂長いのにね、1時間とか。番組なんか見よったらさらにな気がするわ。今試着室もピンクやったね。かわいい。あれも色が変えれるのか。はい、そして右の部屋へ。お、右は服屋さん。ショーウィンドウってことやね、これ。かわいい。この辺は多分元からある服よね。あれ?これ、この2着は前出たかな?この左側のやつかわいい。いいね、いいね。ふふ。雪だね。あ、ここでも作ってるのね。なるほど。上で揺れてるのは芸か。かわいい。いいね、かわいい服いっぱい扱ってるの。あれかな?左の部屋で作りよる服をここで販売しよる感じかな。ね。こ
ここの工場で作って、右のお店に流すっていう。はい、それじゃあ2階へ。ん ?2 階。2階が寝室か。寝室、なんかすごい緑が溢れてる。なんかいいね。いいね。なんかちょっと斬新な感じ。こういうのまであるっていうのが。まだね、ちょっとこういう観葉植物レベルならあれやけど。下も芝って感じやし。よき。マイナスイオンで溢れてそう。はい、そして地下へ。お!来たよ来たよ。地下は撮影スタジオ。まあ、ここでまたね、いろいろとポーズをとって、いろいろとポーズをとって、やっていくっていう。良きかな。こういうところで、はーい。いろんな照明を浴びつつ、ひゃ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 。手で。あの服を着て一緒に撮影って感じかな。ほい、お邪魔しましたはい、そして2軒目のお家。あ、あっちに猫カフェが。あ、どうも。Don't be evil. Evil? Evil って悪霊とかそういう意味やったよね。Don't be evil. どういうことなんやろ。お邪魔します。確か前回も、あの、英語を喋りよったような気がする、あの子は。なんか、物増えてない?なんか、前よりも、だいぶ、すごい感じになってない?いろいろと機械が。一応、アメリカのコンピューターオタクみたいな部屋を、なんか目指しとったらしいんやけど、やばいね、コンピューターオタクどころじゃない。何?なんか怪しげな研究。そしてこの音楽は結構ホラー系の村で聞く。ね。はい、そして、右の部屋へ。お、右側は、急激な輪。急激な輪。あ、テレビでかかってるのもあれ確実に焦点やろ。こう、ちゃぶ台にみかん。そして商店。いいね。なんか夏休みのおばあちゃんちって感じやね。夏休み、なんか小学生の時におばあちゃんちに行くみたいな。私こんなおばあちゃんちに行ったことはないけど。なんか、想像で。はい、そして2階へ。あ、2階っていうか屋上か。屋上なんかサバイバルしてるの?なんかね、焚き火というか飯盒炊飯やね。しながら、寝袋で寝て、自転車、ラジオを聞きながら。なんでこんなところでサバイバル生活してるの?はい、お邪魔しました。あ、いなくな、あ、おった。どうも。はい、そして、猫カフェはこちら。猫カフェ、猫カフェ。お、バンタムやん。どうも。リム村長さん、バンタムと結婚しました。マジで?あれ?村長さん、一号推しじゃなかったっけな。バンタムに乗り換えたんすか?あ、猫カフェはまあ相変わらずって感じなんかな。一軒丸々猫カフェやったよね、確かここ。なんかいろんな種類の猫カフェがあった気がする。ほい、左の部屋へ。かわいい。店員さんも猫の被り物を。あ、そしてここはあれやんね。本を楽しむことのできる猫カフェ。よき。あれかな、結構、猫の気持ちとか置いとったりするんかな。あることない?犬の気持ち、猫の気持ち。一応私、LINE の公式フォローしとる。フォローっていうかあれか。友達追加しとる。はい、それじゃあ奥の部屋へ。はい、そして奥は、
ここも店員さんは猫の被り物。そして、ここは普通にケーキバイキングとかが楽しめる感じかな。いいね、いいね。いや、ケーキが食べたいです。最後にケーキを食べたのはクリスマスやね。食べたいわ、また。はい、そして、右側の部屋へ。右側はちょっと高級な感じの雰囲気。あ、そして、和なんかな？あ、でも和かと思ったけど、紅茶だ。まあ、ちょっとなんか大人な雰囲気の漂うカフェって感じやね。和と洋がなんか融合した感じ。はい、そして2階へ。2階は村長さんの自室かな。ここに飾られてある写真も。そっか、バンタムと結婚したと。これラムネちゃんよね。ラムネちゃんは普通に好きなんかな。女の子の方の好きなキャラはラムネちゃんってことか。そして何気にこれ、猫の大敵ネズミが。これね、なんかあの、飛び盛りは、犬の家具はあるけど、あの、猫の家具がないっていうことで、まあ、なんか、招き猫を猫と見立てて置いてるらしいんだけど、あれよね、あつ森でもないんかな、結局。え、ポケ盛りにもなかったんやっけ。え、どうなんやろ。はい、それじゃあ、地下へ。お。は。バンタムとの結婚式。なるほど。え、なんか、前も、教会はあったんやけど、なんか相手のところ誰もおらんかったような気がする。ね、あの村長さんは立っとったけど、そう、相手側のところはなんか、相取って、相手は私ですかみたいな、アホなことを私が言ったような気がする。そこに立って。ほい、お邪魔しました。あれかな？村長さんは、ずっと一号押しやったけど、写真が全然もらえないということで、バンタム押しに変わったんだろうか。はい、それじゃあ4件目。ここの住人さんは？ん？最後は家の中かしら。さあ、それじゃあお邪魔します。セーブズクイーン。あ、なるほどね。英語喋りよったのはこっちの子や。ゴッツセーブクイーン。一応なんかあの、イギリスの国歌らしいです。神よ女王を守りたまえ。っていう風に日本語で訳したらなるらしいんだけど、ま、イギリスっぽいイメージの家。いいね。こういうなんか、部屋の隅っこで、マスターに、カクテルかこれは。入れてもらえるっていう。はい、それじゃあ左の部屋へ。おしゃれだ。いいね、ここで。ここでもまたカクテルを飲みながら、みんなの楽器演奏を聞くことができると。ただ二人お尻を向けているこちらに。一人ドラムはね、ちゃんとこっち向いてくれたんやけど。お二人さん。二人さんもこっちに顔を見せてくれないかな。はい、そして奥の部屋へ。あれ、なんかここの、あ、もうイギリス国旗が。ここの飛行機ってもっとカラフルな色じゃなかった？違ったかな？なんかちょっと大人っぽくなったような気がするんやけど。黄色とかじゃなかったっけ？はい、そして、右の部屋へ。あれ？右はもしや。なるほど、入れないのか。いけるんかと思った隙間から。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階は、ここの住人さん自らが楽器を演奏するという。自分も楽器を演奏しつつ、まあ、ゲストも招いて楽器を演奏してもらえたって感じか。
切磋琢磨でなんか、いろいろと楽しそうやね。はい、そして地下へ。あ、なんか、この部屋は前回もあったよね。この感じちょっと好きやったんやけど。よきよき。そしてこれはトロピカルジュース？泡がぷくぷくなる夜。この急激なちょっと明るい感じの雰囲気好きよ。他の部屋全体的にちょっと大人っぽい感じやけんね。落ち着いた感じの。はい、そして今回ね、この住宅街から離れたところに、あの和風ゾーンを作ったらしいんだけれども、住宅街から離れたってことはこっち、橋渡った先ってことかな。和風ゾーン、和風ゾーン。和風ゾーン作る人とかすごい多いけど、ね、いい感じよね。ああいうセンスが私も欲しいです。あ、こっちは終わりの方だ。あ、こっちの方か。金付き場があって、あ、柿とか、ほら、竹も生えとる。そして、井戸。いいね。あの、愛媛のね、道後周辺が、なんかこういう感じなんや。こういう時計があって、あの、時間が来ると人形が出てくるっていう。道後にある坊ちゃんからくり時計は、道後温泉駅の正面、北条園にあります。からくり時計は、道後温泉本館の進路角をモチーフにした時計で、軽快なメロディーに乗って時計台がせり上がり、夏目漱石の小説、坊ちゃんの登場人物が現れます。その横には足湯があり、いつも多くの観光客が利用しています。で、こういう椅子もあったような気がするんよね。いいな、和風ゾーン。私もそういう感じの場所を作りたいけど、でもなんか作るとしたら結構、なんなんやろうな。どちらかといえば洋風な感じが多くなるような気がする。やけんなんかな、人のところでなんかこう、和を感じるとすごい、おーってなるの。語彙力え、でもすごいなんか和風な部屋とかも好きやしさ、自分がああいうのを作れんけんなんやろうね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もしかしてこれ冬やけんタイルが青で、なんか夏やったらもっと黄色とかオレンジとか、春やったらピンクみたいな感じで季節ごとに変わったりとかしようかな。違うんかな。